トランプ大統領いろいろ、まあ、異論は、異論や反論いろいろあるとは思うんですけどもね。やっぱりその国、そのアメリカ人を守るという気持ち、やっぱ強いですよ。ええ。安倍さんなんかのその日本人を守るという気持ちの数倍は強いです。はい、皆さんこんにちは。ファミリー公開です。今日はですね、まあ、新型肺炎とはまた別なお話になるんですけどもね、まあ、新型肺炎、まあ、いわゆる武漢肺炎ですよね。まあ、武漢発症の、まあ、その肺炎ですよね。新型コロナウイルスによる肺炎。で、まあ、中国の武漢でものすごい、まあ、まあ、死者とか、騒ぎ、起きました。いや、もう倒れてる人が痙攣してバタって、あ、立ってる人が倒れて痙攣してバタって、あんなシーン見せられちゃ、それはちょっと怖いですよね。ということで、中国関連というか、ですね、実はですね、14日、おとといですか、今日は15月16日なんで、5月14日のおとといに、ですね、アメリカで、重要な法案が、上院で可決されました。ですね、まあ、その前に去年ですね、去年2019年、香港で、まあ、民主化デモというんですかね、香港のデモが、結構話題になりました。今もやっぱり、あるらしいですけどね。で、それに呼応するかのように、2019年の11月の27日に、香港人権民主主義法というものがアメリカで成立しました。下院上院ともに通過して、それでこの11月27日にトランプさん、トランプ大統領署名しました。それで成立しました。でですね、まあ中国結構反発したんですけどね。で、それで、まあ、それからもう、一週間後に、今度2019年の12月4日、今度は香港じゃなくて、ウイグルです。ウイグル人権法というものが、ウイグル、まあ、法案ですね。ウイグル人権法案というものが、今度、下院を通過しました。でですね、おとといですね、5月14日、とうとうこのウイグル人権法案が上院で可決されて通過したという話です。ですね、これ、まあ、日本経済新聞、あるいは時事 .com で、まあ、取り上げてるんで、で、時事 .com の、記事でちょっと読んでいきたいと思います。ですね、ウイグル人権法案を可決。対中制裁、大統領に求めた。米上院と。いうことです。だから、まあ、上院を、まあ、通過したんで、あとは、トランプさんの署名のみですね。署名すれば発動します。ちょっと読んでいきますね。米上院は14日、中国政府による、新疆ウイグル自治区のウイグル族への弾圧に関し、トランプ大統領に制裁発動を求める法案を全会一致で可決したと。うん。新型コロナウイルス問題で対立する米中関係が同法案をめぐって、さらに緊張するのは必至だと。まあ、いうことです。でですね、今回ちょっと特殊で、下院で、まあ、まあ、下院でもう法案可決。で、今回上院では、これを修正したんですね。修正したんで、まあ、一応まあ、上院で法案したんですけど、また下院で再び、可決して、大統領が署名する必要があるということです。なるほど。すぐさま大統領署名するってわけじゃないですね。下院で可決。で、上院で可決。で、さらに、修正、上院で修正したから、下院でもう一回可決。それで、大統領を署名して、それで成立ということになりますね。なるほど。で、新型コロナで、対中批判を強めるトランプ大統領が、ウイグル問題でも姿勢を硬化させ、署名に応じる可能性がある。で、まあ、おそらく署名するでしょう。ほぼほぼ署名するでしょう。あれですよ、香港人権民主主義法案成立するときも、あれですよ、署名する可能性があるとか、まあ、署名するかどうかっていう話なんてありましたけども、一週間後にはもう署名しましたからね。だから今回も署名するでしょう、トランプさん、成立したら。でですね、まあ、この法案はですね、ウイグル族や他のイスラム教徒の弾圧に関わった責任者に制裁を科すよう、大統領に求める内容だ。アメリカ政府は、中国政府によるウイグル族の強制収容所の問題などを強く非難しているが、うん、トランプ氏はこれまで対中貿易協議への影響などを考慮し、ウイグル問題での明確な対中批判を避けてきたと。うん、で、まあ、法案を提出した共和党のルビオ上院議員らは声明で、法案は100万人以上の強制収容を含む全体主義の中国政府による新疆での、広範にわたる恐ろしい人権侵害に対抗する重要な一歩だと指摘と。
下院で、早期可決を訴えたということです。まあ、どれぐらいの時期になるか、でですね、まあ、ホワイト、トランプ氏は、素晴らしい貿易合意に、調印して間もなく、その感染症が中国からやってきた。中国の対応は気に入らないと述べたと。まあ、トランプさんらしいですね。感情で物を言うようなトランプさんらしいですね。まあ、それだけじゃないですけどね。まあ、そういうことで、このウイグルのこの、強制収容所、強制収容所の話が結構有名ですね。もう何回も入ってますね。やっぱりそういった人権侵害。一党独裁の国っていうのはこういうのがあるから怖いんですよね。まあ民主主義的ではない。非民主主義的な、まあ国のやることですからね。その独裁者がもう、まあわかりやすく言ったらやりたい放題ですから。ということで、香港についてウイグルの、その人権を守るという法案。まあ、今回はまた可決も、下院でまたもう一回可決しなきゃいけませんけどね。まあ、通ったということですね。日本もね、まあ、アメリカ同様ね、強く言ってもらいたいですよね。今回の新型肺炎についても、未だに、なんで3月の6日ですかね。3月の6日ですかね。これちょっと入れますけども。なんで3月の6日まで、全面的に入れないということをしなかったんでしょうね。まあ、3月6日でも全面的っていうわけではなかったんですけどもね。なんで、1月の段階で少なくとも、中国から来る、中国から来る人々を、まあ、船、あるいは飛行機に乗って中国から来る人々を止める。それと同時に、それ以外で中国本土、以外からで、まあ、迂回して、入ってくる中国人ですね、今度、中国人を、これをどうして入国を禁止できなかったのか。まあ、私何回も言ってますけども、これができてたらちょっと話変わってたと思うんですよね。あともう一つは緊縮財政じゃなかったらですね。現在の新緊縮財政ではなかったら、早い段階でもう数十兆、数百兆バーンって出して、それ対策練ることできましたからね。結局、安倍さんもそういったふうなところ、まあ、トランプ大統領、いろいろ、まあ、異論や反論、いろいろあるとは思うんですけどもね。やっぱりその国、そのアメリカ人を守るという気持ち、やっぱ強いですよ。安倍さんなんかのその日本人を守るという気持ちの数倍は強いです。だから安倍さんもね、安倍内閣総理大臣もちょっと見習ってほしいですね。私こういう記事を読んでそう思いますよ。緊急事態宣言も多分おそらく全部6月、5月ですか、今月いっぱいで、まあ、全部ね、解除される可能性高いですけどね。この解除後の、その新しい、生活様式だけでは不十分な点というのを私発見しました。発見したんですけどね、これまた今話すと長くなるんで、後日ちょっとお話ししたいと思うんですけどもね、まあ今日はこういうふうな、お話、まあ、下院でも通過してトランプさんが署名したっていうと、段階になったら、またもう一回、この記事について、お伝えしたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニャン。